ちかパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい、でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は湘南パン旅、それでは行ってみましょう。東海道線の二宮駅からスタート。最初に行くのはティグレ。海とは反対側、東山がある方の出口、北口を出たら目の前の大きな通りを左へ、ファミリーマートが見えてきたら右折。駅からは近くはないので徒歩で行くと20分くらいです。もともとは学芸大学で人気を博していたこちらのお店、2017年に二宮へ移転したのだそうですよ。こちらで購入したのは栗のデニッシュ。クロワッサン生地にコーヒーフィリング、アーモンドクリームを包み込んでいるので、ほろ苦さも感じつつ、栗の甘み、周りのフランス産フレークのザクザクが癖になる美味しさ。ショコラブリオッシュ、ほろほろっとした口どけのブリオッシュ生地にホワイトチョコとチョコチップ、2種類の異なる甘みがじんわり口内に広がります。梅しそベーコン、バゲットティグレの生地に練り梅、大葉、ベーコン、クラスターバリサク食感で、クラムは程よい弾力あり。梅しその組み合わせってもともと好きなのだけれど、ごまのプチプチ食感がめっちゃいい働きしています。栗のデニッシュの断面はこんな感じです。ショコラブリオッシュの断面はこんな感じです。梅しそベーコンの断面はこんな感じです。平塚駅に移動したら、海方面に向かって徒歩で13分くらい、フランス各地でパン職人の経験を積んできたシェフのお店、ブーランジュリーメメシモーヌへ到着。パンにはフランスの地方の名前なんかもついていて、まるで旅をしているような気分になれるパン屋さん。個人的萌えポイントは、フランス語で書かれた粉袋が置いてあるところでございます。こちらで購入したのはコルマ。端っこのカリカリがほろ苦いエピスのフレンチトースト。ただフレトーとして食べるとちょっとイメージ違うかも。ちなみにエピスってフランス語でスパイスって意味らしいですよ。グラース、フォカッチャ生地にクタクタになるまで炒めた玉ねぎ、シラスにオリーブを乗せて焼いたパン。他のお店では見かけないパンが多かったので、ついつい初見のものばっかり買っちゃいました。カーン、何種類かあった中で一番シンプルなバゲット、これがめちゃくちゃ美味しかった。一口目から味わいの違いが分かり、気持ち酸味感じます。クラスト薄く、クラムしっとり、噛めば噛むほど美味しいバゲットでした。コルマーの断面はこんな感じです。グラースの断面はこんな感じです。カーンの断面はこんな感じです。最後に向かうのはベーグルを食べ、同じく平塚にあるのだけれど、ブーランジュリーメメシモーヌとは反対側の出口にあるので、一旦駅へ戻ります。そこからまた徒歩で15分くらい。国産小麦や天才糖を使用するなど、素材にこだわりがあるベーグル専門店です。こちらで購入したのはプレーンベーグル。国産小麦の北の香り、夢地から春よ来いをオリジナルでブレンドしていて、外はバリッと香ばしく、中は麦よりと弾力あり、全体的に優しい甘みが広がります。シラスベーグル、カリカリになったシラス、それに青さなのかな、海鮮色濃いベーグルなのだけれど、チーズがかかることでまろやかな味わい。常連さんにも人気があるベーグルなようですよ。黒ごまクリームチーズ、店主一押しのポップに惹かれて、生地全体に黒ごまが練り込まれていて、中にはクリームチーズ、上にはミックスチーズと、ダブルな濃厚チーズとごまの相性が抜群。プレーンベーグルの断面はこんな感じです。シラスベーグルの断面はこんな感じです。黒ごまクリームチーズの断面はこんな感じです。ここまでの句集、湘南パン旅、一言で言うと、初見のパンを食べてみるということ。ついつい好みなタイプのパンを選んでしまいがちだけれど、あえて挑戦してみると思わぬ出会いが、幅が広がり自分の好きなパンが増えるかもです。今回のお店、水曜日から土曜日までなら全て回ることができます。湘南パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなんてありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。